卵卵卵ふふエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで本日は皆さん見て分かりますでしょうか、このグリコの看板。なあ武井君、どこ向いてんだよお前。グリコの看板見てる、こっち見ろよお前。なあ見返る、分かるか、どこか。はい、いくぞ、せーの、大阪。ということでね、ナンバーって言おうとしたの大阪ですよということで、エッグヤザー軍団、大阪は難波にやってまいりました。今日はね、今12時半、これからバチバチ撮ってね、おもろいことな、そうせやな、いっぱい撮らなあかんだろうな、せいやすな、せいやすな、お前、チャゲやすいそっち、今、チャゲやすいじっちゃダメだから。ということで、今何分45。まだ45秒しかないよ、お前。大阪は…大阪弁喋る。いや、大阪弁最近僕喋りっぱなしじゃないですか。喋りじゃないですか、じゃなくて喋りっぱなし嫌ないですか。いや、喋りっぱなし嫌ないですか。喋りっぱなし嫌ないですか。僕大阪弁別に自分が言いたい時に言ってるだけなんで、そんな無理強調されると嫌ですよ、本当に。嫌ですよ、今なんか関西弁なのか分かんないよね。今、ゆうのりで言って言わなかった。嫌ですわだったらいいけどさ。なるほど。まあそういうことでね、今日のさ大阪の楽しみを言ってちゃんと、はい、まあそんなことを言っておりますけれども、はい、まあこういうねグリコの看板だとかね、どとぼりも見てよ、この汚ね、はい、川も汚ね、これに飛び込んでんだろみんな、バカだな。私弱いからそんなこともないけど、やめろよ本当に。ミカエルはねデリカシーがなさすぎる阪神だから、やめろ、阪神の話としたら殺されるよ。そうなんですよ、大阪人怖いんですかということで、本当にヤバい2人を連れてきてしまいましたが、これから大阪バチバチ楽しんでいきたいと思う。ただ僕もちょっとまたね扁桃腺腫れちゃってヤバいんですけど、頑張りたいと思うんで皆さんよろしく、大阪の皆さんよろしくバイ。とりあえずこれもうちょっと今日時間なくて、今日の動画ないからこのまま編集なしで、ほとんど編集なしであげるんで皆さん文句言わないように。明日からもちょっと僕明日結婚式なんでね、どうなるか分かんないですけど、ここ数日間クソ動画いっぱい上がるかもしれないんですけど、帰ったら大阪編ちゃんと編集するんでよろしく OK